ん、そうだね。ああ、コウにこれをあげるよ。さっき、くじ引きで2個当たったんだ。ありがとな。じゃあ俺、病院に行くわ。ああ、またね、コウ。府中刑務所か。もう半年ぶりになるのか。さて、やっこさん、元気ならいいんだが。久しぶりだな、キムさん。元気そうじゃないか。皆さんか、よくしてくれますから。剣の城さんもお元気そうで安心しました。で、何が起きてるんだ一体。2年前と1年前城が落ちた時のこと覚えていますか？忘れるはずもないだろう。あれと同じ予兆があります。都市伝説か。さすが源之丞さん、察しが早いですね。そう、噂です。2年前の事件の時は連続殺人の噂だった。そうです、恋人を殺されたアイトルが殺人鬼になるという噂。自衛軍のクーデターの噂。家族を殺されて鬼になったサラリーマンの噂。その社会不安がピークに達した時、実際に城が落ちてきた。そうです。去年の事件の時は弟を探している白い服の法令の噂でした。弟を探して人を殺して回るだったな。あの噂が広がりきった時、実際に弟、光太郎さんを狙う慎太郎さんが現れました。気になっていたんだが、なぜ噂なんだ。噂が不確定な情報だからだと思います。過大な情報はやがて実態になります。多くの人が信じたことは情報という形で実態になるからです。嘘が誠になる、噂が現実になるということか。たくさんの人が信じれば、それは存在しているのと同じです。日本でいう言霊です。魔法の根幹が信じることであるなら、
多くの人が信じる物語こそ最強の魔法なのです、源之丞さん。だから姿も定かでない噂を流して情報を形にしようとしている。はい、不確実な情報を現実と信じさせ、現実そのものを書き換えるのは儀式魔術の超等手段です。今度も同じことが起きているのか。だとすれば首謀者がいる。なるほど、探偵の出番だな。はい、噂の基本はこうです。昔自分が不幸にした人間が現れる。別れた恋人や喧嘩した友達、すべて声をかけた人は殺されています。うん。他の噂もあります。死んだ初の犯罪者や、これもやはり遭遇者が殺されて終わります。キーワードは過去か。おそらく人は誰でも辛い記憶、恐怖を過去に持ってます。自分でも忘れてしまった恐怖、それを現実化するのがこの魔術の根本。安易な発想だな。俺は何をすればいい？すでにこの噂と同じような状況で原因不明の死を遂げた人が大久保で5件、新築で2件、神田で1件います。事件は今も発生しているかもしれません。私はここから情報の分析とサポートします。源之丞さんにはこれらの聞き込みやフィールドワークをお願いします。いかにも探偵向けの仕事だな。心霊庁の役人どもよく分かってやがる。そうですね、当てにしています。お前さんにそう言われると照れるな。じゃ、行きますかね。ご足労をおかけしました。最後に、光太郎さんたちはお元気ですか？あのバカは多少落ち込んでいるようだがな。他はみんな元気だ。文子女子もな。カムサハムニだ。ありがとうございます。いいさ。それじゃ、またちょくちょく来るよ。お待ちしてます。そんなバカな、この俺が。これで連続10回私の勝ちです。お兄ちゃん、焦りすぎは命ですよ。そうは言うけどさ、七白ちゃん、お手玉10個いきなりはきついぞ。命ですよ、光太郎お兄ちゃん。さっきも言ったでしょ、私はめいちゃんって呼ばれるのが好きなんです。すまねえ、今度はちゃんとするよ。うん、光太郎お兄ちゃんはいい子です。月子といい、メイちゃんといい、俺の周りはなんでこんなのばっかりなんだ。すいません、そこの壁を拭きたいのですけれど。悪い、邪魔だったか。別に邪魔じゃありません。何怒ってんだろう、さよたん。どうしてだと思う、めいちゃん。あのね、お兄ちゃん、全然わかんない？わかんねえぞ。って、
どうしてそんな難しい顔するんだ。何やってんだそれ。普通そういうところの埃は畑とかで落とすんじゃないのか。それにこの事務所まだ新しいから埃とかそこまでじゃないだろ。それがこのシミなんですけど、一回拭いたくらいではなかなか落ちなくて、だからこうして気がついた時に何度かに分けて拭かないとどうしても綺麗にならないんです。ふん、さよたんも慣れてきたよな。いいお嫁さんになれるぞ。 あなたはまたそんな冗談を。危ない。間一髪か。おい、大丈夫か。あ、はい、大丈夫。大丈夫に見えねえよ。立てそうか。大丈夫、立って。え、すいません、急に体勢を崩したみたいで。ああ、びっくりしたぞ、まったく。あ、ヒューガさん、お帰りなさい。ただいま。おお、掃除に来てくれたのか。ありがとう。おっさん、あんた禁煙中だろ。ん、ああそうだったな。禁煙してることも忘れるなんて悪い話なのか、おっさん。ご明察だ坊や。また城が落ちる。新霊長と無所の中両方から話を聞いてきた。多分間違いない。また誰かが噂を流している。去年と一昨年城が落ちた時と同じだ。すでに犠牲者まで始めてる。猶予はない。また城が落ちるって言うのかよ。いい加減にしやがれってんだ。あんなもんが落ちたら町がどうなるか。落とす方はどうなるか分かっててやるのさ。どんな被害を出してでも欲しいものがあるんだろうよ、あっちには。欲しいものってのは俺か、俺の頭の上にあるっていうゲートなのか。やめろ孝太郎、苛立つのはわかるが、机に当てるな。買えばないんだ。悪い。でも俺はどうしても許せねえ。何より俺のせいで人が死ぬなんて我慢できない。孝太郎さん、
こうなったらじっとしてられねえ。おさん、俺聞き込みに行ってくるわ。まったく、慌ただしい奴だ。ま、いいさ、手間が省けた。屋敷でも話したが、前の事件以来、どうもあいつ落ち込んでてな。その時のことが聞いていてな、いつもよりどこか危なっかしい。うん、よくわかってます。私はよく知ってますから。ん？何を知ってるんだ？お兄ちゃんはお日様みたいに輝く人。それはみんなに暖かくなってほしいから、誰にも寒い思いをしてほしくないから。だからお兄ちゃんは誰かが寒いと怒るのよ。誰にも寒くなってほしくないから怒るの。火の山のように、お日様のように。そうだな、あいつは誰かが寒いと怒るんだ。それこそ火山とか太陽みたいに。だからね、私はそんなお日様みたいなお兄ちゃんを守りに来たの。ねえ、私も行っていいかな？ああ、今のあいつは一人じゃ心配だな。お嬢ちゃんなら安心だ。頼むよ。待ってください。会って間もない、それもこんな小さな女の子にそんなことを任せるなんて。孝太郎さんはそのロリコンなんですよ。どうしてもって言うなら私も。そのアラーム、確かバイト時間のじゃなかったか？どうする？休むって連絡するなら今のうちだぞ。あの…私、その…一緒に行きましょう。ごめんなさい、私は行けません。孝太郎さんのこと、お願いします。やつはいないもんだな。お？メイちゃんか。手伝いに来たの。一人じゃ大変だと思って。お邪魔？邪魔じゃねえよ。手伝ってくれるのは嬉しい。でもいいのか、俺はこれで。俺のゲートが原因だって言うんだったら、本当は全部俺一人でケリをつけなきゃいけないんじゃないのか。